こんにちは、うさおチャンネルです。閑散期と言われる12月の平日ですが、観光地へのバス乗り場は長蛇の列です。今回は嵯峨野トロッコ列車と保津川下りをセットで楽しんでいきたいと思います。まずは JR 嵯峨野線の電車に乗って嵯峨嵐山駅に向かいます。改札を出て南口へ進みます。 JR 嵯峨嵐山駅のすぐ隣にトロッコ嵯峨駅があります。片道でお願いします。はい、はい、ありがとうございます。トロッコの切符売り場の横には保津川下りの窓口があります。福岡までご乗車ください。駅に着きましたら、ちょっと降りて右側、列車からも見えてくるんですが、右側が馬車の乗り場になっております。35分の発車ですので、ご協力でお待ちください。馬車で乗船場に着かれましたら、受付が2階にございます。馬車とお船のチケットですね、はい、お願いします。ありがとうございます。駅に着いて約20分で全ての手続きが完了しました。トロッコ880円、馬車1200円、川下り4100円、合計6180円です。なかなかのお値段になりましたね。この席は全て売り切れております。列は1列約2列か3列か1列でお待ちください。このトロッコ、祝日と高首を除く水曜日は運休となっています。あと1月と2月は全面運休なのでご注意ください。それでは車内へ入りましょう。また前より1号車から4号車客車の窓ですが、窓両手で上から押し下げて、はい、それでは皆様お待たせいたしました。亀岡行きのトロッコ列車出発いたします。まずは皆様、左側ホームの方をご覧ください。当社社員スタッフによるお見送り、特に先方では当社の名物のお見送りでございます。ベテラン女性社員頑張っております。皆様注目してあげてください。それでは行っていきます。この一瞬だけ縁結びの神様、野々宮神社がご覧いただきます。源氏物語にも出てまいります由緒ある野々宮神社、進行方向の左側、踏切のある竹林の中にほんの一瞬だけご覧いただきます。ただいま先頭から野々宮神社の横を通過してまいります。それでは間もなくいたしますと次のトロッコ嵐山行き停車いたします。ホームが非常に短い構造のため、前より1号車から3号車はトンネルの中に停車いたします。もし1号車2号車5乗車のお客様で当駅を下車されますお客様は、後よりの3号車の扉までご移動をお願いいたします。ただこれから先保津峡の決死は本番を迎えます。この駅で降りてしまいますと非常にもったいないです。お手持ちの切符で終点までご乗車いただきますので、よろしくは終点までご乗車いただいて、これから先の美しい景色ぜひご覧になってみてください。それではドアが開きます。ご注意ください。進行方向左側まずご注目ください。よろしければカメラのご準備を。 Please look to left side first。トンネルを抜けてまいりましたら、海岸にご覧いただきますのが有名な名所嵐山。 The passenger on left side is down free。 冬ではございますが、まだまだこの辺りもみじも頑張っております。保津峡をやってまいりました。海岸にご覧いただきますのが嵐山。麓にございますあちらの建物群、嵐山温泉。
現在では星野屋京都店さんとして運営をされております高級リゾート旅館全室リバービュー、眼下を流れております川が保津川下りで有名な保津川、もし途中で保津川下りの船等をお見かけになりましたら、その際には皆様手を振ってエールの交換をお願いいたします。それでは本日もトロッコ列車がスタートいたしました。まずこの辺りですが、実はまだ12月ですございますが、まだまだもみじ頑張っております。先端の方は赤く、それでもまだ中には緑色のもみじもございます。赤、黄色、緑の色でのグラデーション大変美しくなっております。それではどうぞ別線のもみじ、そして美しい星の輪の流れとともに、どうぞ皆様ゆっくりと景色の方をお楽しみください。登山コース、そして京都で有名な柚子の里水尾へ続く道、よくハイキングや秘境駅マニアの方が下車される駅です。それがトロッコ保津峡駅です。で、皆様右側の前方の方からいただきますと、この辺りは非常に渓谷の景色がきれいにご覧いただけるエリアでございます。トロッコ列車でないとご覧いただけない私のおすすめスポット、進行方向右側前方、なかなか都会ではご覧いただけない光景でございます。よろしくお願いします。どうも皆様ゆっくりとお楽しみください。この辺りももみじの並木が右側には続いております。ただちょっとこの辺りですね、少しもみじが散っているところでございます。ちょっとですね、沿線内での気温差がございまして、この辺りはちょっと湿度が上がってきております。はい、そして皆様眼下保津川ご覧ください。保津川下りの2層連続で下っております。大きく手を振っているのご覧をお願いいたします。はい、頑張ってください。はい、眼下保津川下り、寒い中ではございますが皆様頑張っております。保津川下りは神奈川の上新町から嵐山は上潮の下新町まで、眼下一番高い線路を3系で現在から下ってまいります。右側ご覧いただきますと、これから先保津峡が大パノラマでご覧いただける景色の良い場所をやってまいりました。殿の龍馬と名が付けられております。その昔亀岡のお殿様、この場所まで来て魚釣りをしたことから殿の龍馬と名が付けられております。 JR 線の鉄橋でございます。その下を順番に通過してまいります。JR 線現在ではトンネルと鉄橋で嵐山亀岡間をまっすぐ結んでおります。この鉄橋ができる以前は、今はトロッコ列車が走っております。こちらの線路を、昔は JR の特急列車ブルートレインもこの線路の上を走っておりました。皆様地面の方をご覧いただきますと、落ちたもみじの葉っぱが地面に積み重なり、ただいまもみじの絨毯がだんだんと出来上がってきております。この時期ならではのまだ色鮮やかな光景でございます。皆さんご注目ください。非常に見晴らしのいい場所へとやってまいりました。終点の亀岡の最後の民家は見晴らしの良い景色に続いてまいります。皆様、車両の後ろの扉からご乗車いただきますようお願いします。また、ご利用の対応の線のお客様は、いつも開発
を通り流して出口を出て左、まっすぐ進んだ先に両線上行きますタクシー乗り場がございます。 JR 線お乗り換えのお客様、近所で JR 2着のところに JR マホリンがございます。そちらから JR 線にお乗り換えいただくことがあれば、非常にのどかな画面下の街並み、そして向こうの台湾には滝流の古い都市の滝が見えるようにたくさん祈っております。それでは間もなくいたしますと、終点のトロッコ亀岡駅停車いたします。モデルチーミングです。 The train has arrived トロッコ亀岡ステーションファイナルスト Right side will be open。保津川下りの乗り場へのバスはスロープを降りて左側です。今回は馬車を利用しますので反対側へ進みます。トロッコ亀岡駅の目の前に馬車乗り場があります。あ、はい、こちらの大間さんに運んでもらいます。よろしくお願いします。こちらの大馬さん、スピカちゃんは万栄競馬出身だそうで、とっても大きい大馬さんです。こちらの馬車の運行は不定期なので事前に確認をお願いします。正面にサンガスタジアムが見えてきたら終点は間近です。ここまでの乗車時間は約25分。今回は閑散期と言われる12月の平日に予約なしで京都佐賀のトロッコ列車を利用してみましたが、思ったより混んではいたものの、乗り継ぎも大変スムーズでした。トロッコの駅で川下りまで全てのチケットをまとめて購入できるというのもストレスがなくていいなと思いました。次回の動画ではあちらの乗り場から嵐山へ船で川を下っていきますので、ぜひそちらもお付き合いください。まずはこちらの建物で乗船手続きを行います。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価もぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。